最初見たこの馬の印象を教えてください。はい、そうですね、あの8月に、繁殖厩舎から離乳してきまして、まず第一印象はやっぱハービンジャー特有の大きいサイズで馬格は十分あるなと思いましたので、まあイヤリン厩舎でも少しずつ成長を促していけば間違いなく早く時期に育成厩舎の方に行けるだろうなっていうのが第一印象です。馬体なんですけど、この馬の馬体どういう形に見えてますか？そうですね、やっぱりは、ハービンジャー父親産駒のやっぱ大きい馬体してるなと思って、パワーもありますし、どちらかというと洋芝向きな感じの印象がありますね。はい、気象的にもですね、本当になんかこう男馬っぽい、なんてこう人に向かって結構こうやんちゃなするところもあるんですけども、でも順調に関しては馬に合わせた順調をしてって、こう馬が本当考えてやってくれてるので、順調でこう手がかかるっていうところは今のところありませんね。サイズも大きいですんで、4月の初めの方から新井順次始めていきまして、現在そうですね、蔵付けまで順調にこなしてくれてます。これからこの先1ヶ月後ぐらいにはもう育成厩舎に移動すると思ってますので、まあ、無事に行けるように今蔵を付けながらウォーキングマシンや少しちょっと人が乗っても大丈夫なように、育成厩舎にスムーズに行けるように厩舎でも促してる感じですね。馬格はもう十分ありますので、まあ、多分デビューの頃も、来年の今頃には無事にデビューされていると思いますので、スピードもありますけども、パワーを生かした競馬をしていって、これから十分に活躍していってほしいなと思ってます。